どうも、VIP です。やってきました、 VIP です。よろしくお願いします、 VIP です。ということですね、本日の動画はですね、もうサムネタイトル見てもらったらもう一目瞭然、百花繚乱なんですけども、ミキサーやっていきます。ありがとうございます。いや、もう皆さんミキサー見たかったでしょ、僕のね。まあね、とりあえず今日はね、そのミキサーでまあ引いた方がいい球団、まあないし、やちょっとね、契約書開封していきたいと思うんですよ。ちょっと三角のマークが出てて、ちょっともうこの辺の契約書引いていこうかなと思って、で狙いの選手が出なかったら追いミキサーするみたいな、うん、そんな感じでいきたいと思いますんで、ちょっとねミキサーで欲しい選手を狙う、あのなんていうか絞っていきたいと思いますんで、早速ちょっと選手メーカー見ていっていいですか。何してんねん。はい、ということでまずね、阪神タイガース、まあ阪神タイガースは今んとこいないかな。まあね、大山選手もまあ強いけど、まあ今実際もうちょっと僕オーダー入ってないんで、今ね、あれ今誰使ってたっけ、俺ファースト忘れた。ビシエド使ってました。うん、ビシエドが今ファースト守ってるんで、やっぱライドラがね強いということでビシエド入れてるから、まあ阪神おすすめの選手はいないから今んとこで、東洋カープ、まあ坂倉選手でしょうね。うん、坂倉選手狙いでのミキサーは全然ありやと思う。まあエキサイティングでね、誰が出るかまだ分からんしね、エキサイティングで坂倉選手が出るかもとまあ言われてるけど、どうなんやろね。で横浜、まあ横浜もいないから今んとこは、今後もしかしたら筒香選手が出るかもしれないということで、いやシリーズ1で筒香出るかな、どうやろな、ちょっとまだそこは分かんないですね。で読売 G、読売 G は、まあ、岡本選手もね、ゲットしたいかなと思ったけど、しようかなと思ったけど、まあ、ブルヒついてるし、まあ、そこまで無理して狙わなくてもいいかなって感じかな、俺は。あ、ただ、グリフィンいいっすよ。うん。グリフィンはマジで打ちにくい。俺も、対戦相手でグリフィン来たら打てないんで、グリフィン狙いでのミキサーはあり。で、ヤクルト。ヤクルトは、まあまあ、オスナ選手も強いし、ただね、サンタナ、うん。一番打者で、ヤクルトの中で打者で強いと言われてるサンタナ。しかも、村上選手もいる。うん。村上選手も出てないんで、その2人が欲しい方は今待ってもいいかもね。ワンチャン次の月曜日の追加ガチャ、バッター来るんちゃうかな、サード来るんちゃう、どうやろう、サード結構熱いからね、そこ待ってもいいかもな、ヤクルトは。で中日ドラゴンズ、まあ中日はまあビシエドでしょうね。ビシエドプラス、まあ、今回出たもうライデル、この2名を欲しい方は狙いに行ってもいい。リーグ的にもライデルはマジで強いんで、この2人は狙う価値ありっすね。でオリックスバファローズは、うん、まあ今んとこはいないかな。まあ森選手も強いけど、うん、まあそこまで無理して狙う必要はないかもしれんし、まあ今後登場する選手でもオリックスは誰、あと宮城選手とかが、エースがまだ出てないんですよね。エースが、エース枠、エース枠がまだ今回登場してないんで、まあそれがあと3日後に来るか。けど今日ね投手来たから、抑えが13日は打者やと思うけどね、俺は。うん、まあエース枠待ちたい方はまだミキサーしない方がいいかも。で千葉ロッテマリーンズ、千葉ロッテはまあ俺が今ね中継ぎで使ってる東選手も強いし、まあ岡選手もねライドラで結構マックスで能力出たらパワー87、ミート85ぐらいまでいくんで、結構岡選手は強いっすね、マジで。今一番で使ってます。で、ソフトバンク。いや、まあソフトバンクはね、結構強いね。まあモイネロ、近藤、で、藤井光也ね。で、まあ山川選手、まあ山川選手はあれか、好み分かれるか。で、まあオスナね、オスナ俺ちょっと今回狙うかなと思ってるんよな。オスナ狙うかもワンチャン俺。で、今ソフトバンクで行こうかなってちょっと若干思ってます。で、楽天ゴールデンイーグルス。まあ、いや、則本選手欲しいんすよ俺。これさ、抑えでさ、則本選手来たら結構強くない？キレ重い球、球持ちって結構多分ね、打者は打ちにくいと思うよ。変化量1のサークルチェンジとかも結構やらしいし、カット、スライダー、縦スラ、スプリット、ナックルカーブ、スローカーブでしょ。で、ストレート。則本選手のストレートってね、なんか詰まるんすよね。やっぱね、こうね、リリースポイントが低いから、なんか球がちょっとこう、遅れて出てくるような気がする。多分そのための球持ちやと思うんすよね、俺。則本選手使いたいっすね、抑えて一回。で、埼玉西武ライオンズ。まあ、ライオンズ、あ、おかわりくん。いや、おかわりくん強いよ、これ。DH あるよね、おかわりくん。まあ、DH ないしは、まあ、別にサード守らせてもいけそう。右打者得意な方、おかわりくん、マジであり。で、あとは、まあ、僕が使ってる平選手ね。平選手、マジでずっと選抜使ってますから。まあ、僕の動画見てる方はわかると思うけど、平選手のこの超剛速球出た時、マジで強い。で、日ハム。まあ、日ハムはいないかな。うん。今のとこはいないっすね。てな感じかな。はい。ということで、契約書引こうか。ちょっとね、期限が迫ってる。まあもう S ランク契約書俺引いちゃいますわ。多分2枚、3枚あるかな。この前の育成ねっちょりベトベト育成ストリートやったっけ、あれはね、僕やらなかったんで、もうおもろくなかったんで。長すぎないよ、あれ。8日間誰が育成ねっちょりベトベト育成ストリートやんねん、ほんまに。いきますよ。さあ2枚。まずとりあえず S ランク確定2枚。この2枚で、とりあえず、社員が来なかったね、今。まあ自チームソフトバンクやけど、とりあえずもう飛ばしましょうか。いきまーす。はい！
いやー、藤島ー、東邦高校ね。え、東邦やったっけ、ごめん忘れた。愛知のね。はい、言いましょう。はい、いやー、まあ、被るわな。まあ俺もうほとんど持ってるもんな、ガチャ引きすぎて。ゴールド契約書も行こうか。うん、行くわ。10枚、とりあえず10枚行くわ。 A 角来ました。よしよしよし、 S ランク来い。 S ランク来なかったらカットします。来い。え、来た。え、来た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 。え、熱っ。え、今ちょ、唐島選手顔苦しそうやった今。さあ行きましょう。あるよこれ。し、ニュー、とりあえずニュー、とりあえずニュー、ホールニューワールド。か、来い来い来い。うわうわ、マジか。え、岡本来た。えー、マジかー。ちょっと使ってみたいよな、このプルヒの岡本。うわ、どうやろ、継承はないな。継承はしないけど2体持ちできる。確率いくか。うん、この確率、確率契約書いくわ。ちょっとあの、わからないんで、はい、何が何が何枚かわからないけどいきます。はい、なし。はい、ってことでとりあえずちょっとね、オスナ狙いますわ。オスナ狙うんで、ソフトバンクで自チームミキサーしたいんで、ね、これは被せないようにしたい。うん、こうやね。これでとりあえず圧縮。いや、なんか一発で出そう。え、パツイチですよ。とりあえず5枚ね。5名投入です。はい。今日何枚かから、シャインが出ない。いや、当たらない。これはじゃあ被りかな。被りかな。被ってる。いやー、まあ、下は被ってないけどね。もう一回いける。もう一回圧縮できるかな。あ、いけるな。いけるわ。山川選手も出します。行きましょう。5名。これで出なかったら、ちょっとランダムで、あの、ミキサーしていかないといけないんで、確率が少なくなっちゃう。さあ、打て。いや、マジかー。いや、マジでか。これも多分オスナじゃない。いや、もういいねやろ。じゃあ、こっからランダムでいきます。さあ、お願いします。ちょっとカープ多めっすね。うん、カープ多め。カープファンの方ごめんなさい。これで今15名か。いや、結構多いな。さあ、俺、あ、今長かった。ああ、気のせいか。今なんかちょっとこうね、うん。長かったような気がしたけど、今。さあ、お願いします。笑って。はい。来い。うわー。続いてこの5名でいきます。20体目やね。やばいって20は。ちょっともう正直ね、あんまりしたくないんすよね俺。いや、ギータとかまだ来てないやん、ソフトバンク。ギータ欲しいし、ギータ能力ちょっとどうなるかわからんけど、ギータも欲しいし、村上選手も欲しいし。打たない。え、これ打つか打たないかなんでわかるか。頭の大きさね、調子くんの頭がバカでかかったら打つんすよね。さあ来い。なんかちょっと待って、なんでこんな女選手が2回出る確率教えてくれ誰かな。やばい、ちょっと S ランク少なくなってきた。またプレゼントボックスから出さなあかん。これ何体目や。 25?30? 結構いってるよ。なかなか出ないよねやっぱりミキサーって。うわ、マジか。打たないわこれも。かぶった。あー、もうめっ、え、またよし藤井しか出てなくない。ちょっと補充します。はい、 S ランクの補充します。待って、これ100体ぐらいいくんじゃん、マジで。めちゃめちゃいきそうこれ。今お茶飲んでた。来た。これ持ってない選手確定。え、オスだやろ。俺オスだしかおらんのじゃん、持ってない選手。かい。よーし。よーし。よし、早い。いや、結構早い。早めのオスだ。うん、早めのパブロン。え、じゃあ続いて則本選手行かしていただきたいと思います。楽天おったっけな、レベル1。あー、楽天少ないわ。じゃあランダムで出すしかない。お願いします。この5名。37。ちょっと今多分右上。待って、右上に今多分ね、あの S ランクの数は書いてると思うんですけど、これ来た。これ多分則本ちゃう。え、待って、汗かいてきた。早っ。ガチか。さあお願いします。則本使いたい。お願いします。はい。ちょっと楽天の S ランクの数確認しよう。いや、結構未勝字おるな。ほぼ2分の1未勝字やん。お願いします。いやー、いやー、打たない。かぶった。まあしゃあない。オッケーオッケーオッケー。さあこの5名でお願いします。これね、流れ星流れた時、社員が来る確率 64% あります。はい、いきます。え、待って、え、 64% 外した。これガチ ST の突入確率よりもあれよ、大きい。結構大きいよ 64% は。打つよね、さすがに打つよね、さすがに。よしよし。さあ来い、則本。則本、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 あ、それ則本。ここで島内勝利。
皆さんそろそろちょっと S ランクがきつくなってきました。はい、皆さんは真似しないようにお願いしますね。うん、もっとね、エース枠とか出てからミキサーした方が俺はいいと思います。これ俺はもう YouTuber なんで、今こうやってね、ミキサーが来てすぐにこう旬の時期にミキサーをするっていうのが、まあ、YouTuber の使命なんでやってますけど、みんなはね、もうよほど欲しい選手がいない限りはミキサーはまたしない方がいいと思います。打たない、これもかぶりです。はい、圧縮したのにただかぶり。はい、出た。